広島マツダ元オーナー荒井監督は最低5年は。広島マツダ元球団オーナー72が18日広島市内の球団事務所で前半戦を総括した。選手の起用がうまくモチベーションを上げられる、フレッシュな感じで引っ張っていくのかと思ったら落ち着いてやっている、さらにゼロから作っていくチームなので最低5年はと考えていると長期政権にも期待を寄せた。8年時点で荒井さんがこんな扱いになること予想できたやつはおるやろか。気が早い。家族だから発注でもいいよね。荒井さんってただ普通に監督してるだけなのに、なんで超絶有能扱いされとるんや。その世代で監督できそうなの他におらんもんな。このオーナーは荒井だけじゃなくて監督は5年やってもらうといつも言ってるよ。それじゃ笹岡は何だったんです。荒井さんって人格者だからな、兄貴とは違うのよ。1年目、補強なし、ベテラン選手の副長、下馬評覆す2で折り返す、ここまでやったらそんな文句言えんやろ。あとはこれで弟が打撃コーチとして優秀だったら言うことないな。冷静に考えて今の阪神極貧打線の原因の一端はあるのに、当たり前のように迎え入れて申請してるのどうかと思うけどな。荒井みたいな監督は選手はめっちゃやりやすいだろうな。ひょっとして余計なことしないって大切なんか。優しい監督はチーム緩ませる恐れが心配やろ。立川2年、野武健5年、尾形5年、笹岡3年。ちょっと早いけど荒井以降の監督いないな。東で石原あたりやろか。カープのマスコットや40年ぐらいいけるやろ。終身名誉監督か。荒井さんって選手に怒ったりするんか。怒るってかただただ悲しそうにしてそう。黙って失望されるとか怒られるよりきついやつなんだよな。22がコーチに来たらチーム内の空気一気に変わりそう。笹岡みたいな別称ついてないのが情けないようでたくましくもある。タイマンプレイしたら荒井が怒る前に菊池が怒るんちゃうかな。菊池より相澤、秋山、田中が締めてるらしい。クソ真面目なベテランが揃ってるのありがたい。金本ヘッドコーチとかやったらチーム崩壊しそう。監督になるとどうしても目立ちたい、自分の采配で勝ったやりたいになるのに、荒井にはそれがない。荒井って普通に広島の風土考えたら戻れないと思うけど、本当人柄なんだろうな。5年目は毎日点滴打ってから球場入りするようになってるかもしれん。特に若手が育ってるわけでもないのに3年後とかボロボロになってそうやん。若手野手は中村翔成と中村隆弘を信じろ。もし優勝したら荒井が将来 WBC の監督になる可能性ありそう。監督手形とかいう妄想が本当にあるなら前田黒田がとっくに監督やっとるやろ。金本は入れない方がいいよ。荒井より上の部分が大きすぎる。実験は藤井とか言われても荒井より藤井のが格上と思ってる人間ほぼおらんやろ。西川が複数年で残りそう。ベンチにいても監督って感じしないわ。選手権感すげー。荒井監督と金本ヘッドコーチとかベンチでずっとイチャイチャしてそうやん。アンチじゃないけどいつまで大盛り使ってるんだ。彼の売りはなん、長打を捨てなかった世界戦の野間やぞ。なお落ちる球を空振りし続ける模様。3連覇組に引導を渡すのはお前やぞというメッセージやろこれ。男前藤井が地味に野村チルドレンやから、それがええんちゃうかな。こんだけ言われててもシーズン終盤とかには荒井やめろと言われてる事実。 A クラスになったら誰も文句言わんやろ。3連覇組はおそらく荒井信者やろうから、荒井が言いにくいことを言う役目もしてるんやろ。途中で荒井さんいなくなってもイケメンは居ついてそう。藤井が広島に5年間付き合ってくれるかどうかやな。家族とかどうしてるんやろ。黒田は正式な監督コーチ職には就きたくなさそう。黒田が指導者手形なんてなかったって言ってるし、野武健もそんな話一回もなかったって言ってる。監督手形はファンの妄想や、本当にあるなら FA で出て行ってる荒井がやってるのおかしいしな。ファンやなくてアンチの妄想やろな。黒田監督で優勝する未来が見えない。今まで広島にはパワハラ気質の監督が多かった荒井さんは、新時代の監督としてオーナーの信頼を得た。5年もやるなら本当に前券回収できそうやな。来年メジャー契約できてもそう長くおらんやろし。2年後にあんなこと言わんだらよかったと後悔するのが見える。のみさん P コーチで呼んでこい。キリがたい人だから現場戻るときは折りだと思うわ。コーチ要請されたけど家族と過ごしたいって断ってフリーなわけやし。荒井じゃなくまず藤井を引き止めろよ。荒井監督に壊れて広島に来た。荒井監督を優勝させることしか考えていない。荒井監督が辞めるときが、僕が辞めるとき。荒井は現役と年が近いモチベーターとしての役割で実質的に指揮してるのは藤井か。藤井と最優秀バッテリー賞取った岩隈を呼ぼう。笹岡とほぼ同じメンツでここまで投資起用とか違うかな。はっきり言って差がありすぎる。何かと叩かれがちな笹岡だけど、栗林の起用法だけは笹岡に分があると思うわ。野手運用は論地だけど、中継ぎの運用だけは笹岡時代の方が良かった。メンツ同じでも内容が団地やからな。全部監督の起用のせいにされたらたまらんやろな。コロナ禍で声援がマジでパワーになると言われている広島で、一切の声援を受けられず、やることなすことほとんどが裏目に出て、笹岡は運の良されいなんや。言うほど間違ってない交代とか全部裏目ってたな。無能なのさておいてもマジで悪霊ついてるレベル。いや、今年の投手力は笹岡政権が作り上げたものだろ。今年の中継ぎの好調を笹岡の功績とするなら、大瀬良劣化して、森下が手術に追い込まれたのは、笹岡のせいってなるんだよな。
笹岡はボロクソに言われとるけど投手コーチとしては有能なんよな。ただそれだけ。どうなるかわからんし、とりあえず東で2軍監督させといた方がええんちゃうか。広島がなんで2位なのか誰もわからない。3立て食らわないから1勝2敗が続いても、たまに3立てしたらチャラだし、3立て食らわないチームは上に行く。なんだかんだ若手が改心して頑張るのはええよな。小園も戻ってきてからは守備範囲狭いなりに全力でやってるし。黒田は監督戦で欲しいは番長みたく、ファンから叩かれる黒田なんて見とうない。藤井もやけど、広島って外の地入れた時に強くなるわ。拓郎もそうやった。 CS 出た時は新井博正さんが来た時だったしな。前だって本人に監督をやる気がなさそうだよな。この先オーナーに要請されても断りそう。本人が現場に向いてないの一番理解しとるわ。オーナーもわかっとるから無理強いしとらん。もし要請やるとしたらオーナーが甥っ子に代替わりしてからやね。プロ野球の歴史上でも数少ない普通の監督。松山まで改心したのか、守備無難になってるの笑うわ。坂倉も打撃型星として十分守れてるし、下手くそな選手が野間しかいない。そろそろ黒田を入れとかんとカーショー来てくれんで。黒田、カーショー、ワイマアドバイザーしとるで広島の。これでなんとかならんやろか。まあすぐ辞めたところで誰がやんのって話やし。成績不振で2年くらいで辞めた場合は多分の無権二次政権やな。東出や石原はさすがに早いし、尾形や笹岡はやりたがらんやろうし。野無権二次政権、ワイも見たいけど体調面で無理っぽいのがな。吉彦さんもやってほしそうやったけど、無理なのは勝手の濁したやり取りしとったし。友則は現役時代ですら若手が怖くて近寄れんかったくらいやしな。監督とかなったらベンチが立浪優よりピリピリしそう。いや前田は変わったおっさんやぞ。絶対にいじれないって言われてたのは尾形。それは尾形やね。中身知っとる若手からはいじられるくらいのおっちゃんやったで。前田は丸とのやりとりの画像とか前はよう貼られとったな。懐かしい。菊池は引退したら守備走塁コーチ20年ぐらいやってほしいわ。今のカープの守備作ったの菊池と言っても過言じゃないやろ。世代交代を進められるかどうか、こういうタイプの監督ってベテラン切れなくてチームに致命傷を与える危険もあるけど、監督も有能ならオーナーも有能盤石すぎてやばい。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。